台風14号の最新情報をお伝えします。台風14号、沖縄の南にあって西に15キロの速度で進んでいる状況です。午前3時現在、気象庁の解析によりますと、台風は非常に強い勢力を保っています。中心気圧は940ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートルとなっています。現在は西の方向に1時間に15キロの速さで進んでいる状況です。台風は今日の日中に台湾の南部をかすめるような形で、その後台湾海峡に進む見込みとなっています。6日午前3時には強い勢力へとやや勢力を落とし、速度を落として1時間に10キロ未満の速さ、ゆっくりとした速さで西に進む見通しとなります。さらに台風はその後も西に進んで、速度はゆっくりのまま、そして9日午前3時には熱帯低気圧に変わる見通しとなっています。台風の暴風警戒域および暴風域は先島よりも南に離れた位置ということで、主に台湾の南半分が入るような形となりそうです。沖縄先島方面での風の強さのピークはすでに超えていると言って良さそうです。そして雨雲の分布状況ですけれども、台風本体の雨雲は台湾にかかっていきますけれども、先島からはすでに離れています。ただ一方で台風の北側に伸びている湿った東寄りの暖湿流や秋雨前線の雨雲が沖縄本島に向けて現在南下してきているところとなります。この後のこの方面の降水の予想ですけれども、今日の日中は秋雨前線が次第に沖縄本島方面に南下をしていく見通しです。ライン上に連なった雨雲の通過に伴っては、1時間に30ミリから50ミリの激しい雨、落雷や突風を伴う可能性もありますので、台風本体ではありませんが、この前線の影響、暖湿流の影響で活発化している前線の影響にお気をつけいただきたいと思います。また波の高さです。大しけの状況、今日も先島を中心に続く見込みです。すでに最大の波のピークも超えてはいますが、今日いっぱいはまだしけや大しけのところが先島を中心に残る見通しです。その後も北寄りの風に変わった後、周辺近海では波の高い状態が継続する予想となっています。台風14号の最新情報をお伝えいたしました。